新潟付近鉄道路線図赤、在来線青、廃止、旧死線緑、新幹線大大丸、旅客、貨物駅浅木丸、廃止、旧死駅越後線は、新潟県柏崎市の柏崎駅と新潟県、新潟市中央区の新潟駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。柏崎から西山丘陵を越えて、弥彦山脈登録沿いに、越後平野を通り、 新潟とを結ぶ路線である。普通列車のみが運行されている。全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の新潟近郊区間に含まれており、吉田駅新潟駅間の全駅及び、柏崎駅が IC 乗車カード、追加の新潟エリアに含まれている。吉田駅新潟駅間は新潟都市圏近郊の通勤路線となっている。 内野西丘駅新潟駅間は宅地化された丘陵地帯等を走っており住宅地が途切れることがない。柏崎駅吉田駅間の一部区間の河川には JR の路線としては数少ない低コストの直接釣り化式が採用されており最高速度が時速 85km に制限されている。これは電化された1 9 8四年当時の国鉄が 慢性的赤字のためコストダウンを強いられたからである。なお、吉田駅で越後線と接続する八彦線も直接釣り化式による電化である。内野駅、島の川分水路橋梁間は、新潟市西区境臨地区中部の砂丘地の南陸中腹部分を経由しており、地盤が軟弱になっている箇所が点在する。 そのため1964年の新潟地震や1998年の8.4水害などの大規模自然災害の際には、路盤の一部が流出した。直接吊り下式の河川前線が新潟市社の管轄である。ラインカラーは緑色である。新越本線が柏崎から内陸部に入り、長岡、三条を経由することとなったため、柏崎から日本海沿岸を経由して、 新潟に至る鉄道が計画された。これが越後線の前身である、越後鉄道である。越後鉄道は1912年から翌年にかけて、全通した。しかし、越後鉄道は、資金不足のため品濃川に加強することができず、新潟側のターミナルは、新越本線新潟駅とは品濃川を隔てた、対岸の白山に置かれた。越後鉄道は、経営難に苦しみ、 政治工作によって、たびたび国有化を要請したが容易に実現しなかった。1927年1月、水戸鉄道、道の区鉄道、苫小牧京弁鉄道、日高拓殖鉄道の4支鉄に加えて、越後鉄道の買収案が突如浮上。愛前後して、白山柴田間の新選案も提示された。紛糾の末に、国会議決を経て5社の国有化が決定。 越後鉄道は同年10月に国有化された。五私鉄の国有化は当初から政治的意図が指摘されたが、特に越後鉄道については強い政治介入が囁かれており、後1929年に越後鉄道疑国として表面化、元文部大臣小橋和太が中賀容疑で起訴される事態となった。1943年に新潟駅、 関谷駅間の貨物船が付設され、両船が品濃川を渡って接続された。同船は1951年6月に旅客営業を開始し、同年12月にはこの貨物船上に白山駅を移転して、関谷駅白山駅間を廃止、同貨物支線を越後線に編入して、柏崎駅新潟駅間が越後線となった。また、同年4月には、 上沼水駅から沼水駅を経由せずに直接白山駅へ抜けるルートが形成間の新越本線貨物支線を一部活用され関谷駅モズ駅間に営業キロが設定されている。1956年には新潟駅が上沼水駅、関谷駅間の貨物支線上に移転し、それとともに越後線も終点を新潟駅に変更した。かつては 非電化のローカル路線だったが、新潟大学が、新潟市西部の五ヶ市地区への移転を開始し始めた1970年代以降、沿線が宅地化し始めると、次第に通勤、通学路線へと変貌し、1984年4月には、八彦線と共に全線電化を果たした。同月のダイヤ改正では、内野駅新潟駅間が31往復に、大増発され、同区間は、 日中30分間隔での運行となった。同区間はその後も1986年の8、往復増など増発が続き、2001年には、新潟駅毎時0.2040分発のパターンダイヤが導入された。2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震では、柏崎駅の霊番線に停車中の列車が脱線したほか、 路盤が液状化現象などにより湾曲したり、線路際にある住宅が倒壊するなど被害が生じたため、柏崎駅、吉田駅間で運休したが、8月10日から臨時ダイヤで運行を再開した。両端の柏崎駅、新潟駅で、新越本線と接続しているため、新越本線が事故や災害などで不通になった際の迂回ルートとしても、 越後線の柏崎駅新潟駅間が活用されたことがあり、特急列車などが越後線経由で迂回運行されたり、大体の臨時列車が運行されたりした。例として、新越本線が柏崎市内の脱線事故で不通になった際に、新大特急、日本海が越後線に迂回したケースがある。2004年の新潟県中越地震の際には、 上越新幹線や上越線、新越本線などが運行不能となったため、長野駅新潟駅間の臨時快速列車が越後線経由で運行された。しかし、近年は列車運行管理システムプログラムの都合上や、前述した一部区間の簡易電化方式のため、新越本線と比較して、高速での電車運行に支障が出るなどの理由で、迂回運行はほとんど行われていない。 青津駅分水駅間を走行する115系電車。柏崎駅、吉田駅間は依然ローカル線の雰囲気が残る。前述の通り電化を果たしたものの、南側の柏崎、吉田間は換算線区となっており、運行本数も次第に減少している。この区間の1日あたりの平均通過人員は1987年度は1861人あったものの、 2013年度には871人と半減している。越後線沿線のバス路線図越後線沿線のバス路線図柏崎、礼拝館には越後線とほぼ並行する形で、長岡駅方面とを結ぶ越後交通の路線バスが運行されているものの、西山以北には並行、競合する公共交通機関は存在しない。ただし、出雲崎駅、 小島谷駅、寺泊駅、文水駅の4駅からは、長岡駅方面、さらに文水駅からは、長岡方面に加え、つばめ駅、遠三条駅経由で、東三条駅方面に至る同社の路線バスが運行されている。吉田以南の区間の利用者が減少傾向にある要因としては、沿線地域のうち特に、柏崎市西山町と出雲崎町。 長岡市和島地域を中心に少子高齢化が進行し通勤通学の需要が減少していることに加え、並行する国道116号がバイパス化されるなど各所の道路改良が著しいことなどが挙げられる。一方、北側の吉田新潟間は1960年代後半から住宅地開発が各所で進捗している上、沿線には公共施設や医療機関、 高等学校、大学が多く所在し、縁新潟漁師近郊の通勤、通学の足として利用されている。この区間の1日あたりの平均通過人員は1987年度が14,549人、2016年度が14,203人で、ほぼ横ばいである。吉田以北の沿線に自治体のうち、新潟市は2007年4月1日から、 政令指定都市へ移行したのに伴い、越後線沿線の西川、牧岩室の各地区は西関区の区域となり、牧駅近くに区役所が置かれた。同市内の JR 線は市内8行政区のうち南区を除く7行政区を経由している。西関区を除く6行政区については、新潟駅から区役所等所在駅までの運行間隔が、 昼間20分間隔となっているのに対し、西関区域全域を含む内野移政の区間は昼間50から70分間隔となっていた。また交換設備が設けられていない駅が多いため、列車の増発に限界があり、工術する強風による遅延、運休が頻発するなど設備上の問題点も山積している上、越後線に並行する国道116号も交通量の増加によって、 渋滞や速度低下が慢性化しつつあった。このため遠市、新潟市と沿線各地区の住民組織、沿線に所在する大学、専門学校各校などは JR 東日本新潟支社に対し交換設備の増設など設備面の改善と吉田内野間の運行間隔を各間同様20分間隔に短縮するなど運行体制の改善を求めている。 特に、新潟市は、公共交通の振興を目指して2008年春に、策定した、短中期計画、新潟交通戦略プランにおいて、越後線の利便性向上を、重点プロジェクトの一つとして挙げており、運行頻度向上や、各駅の利用環境改善、交通結節機能の強化などを課題としている。また2010年12月には、西館、西両区の自治協議会が、要した。 内野間の列車増発を求め、要望書とともに合計約4万千人分の署名を、市に提出したのを受け、市は2011年1月、JR 東日本新潟支社に署名簿を提出し、列車増発などを要望。これに対し JR 東日本新潟支社側は、前向きに検討したいと回答した。こうした経緯を経て2012年3月17日の、 JR グループのダイヤ改正に合わせ、越後線のデイタイムの利便性向上を目的とした社会実験が JR 東日本新潟支社と両市の共同により3年間にわたって実施されることになり、デイタイムの内野新潟間の列車を計算往復延伸してダイヤを等間隔化し、10から15時台の吉田内野間を40分間隔で運行するダイヤが編成された。なお、 延伸している三往復の吉田、内野間は、通年運行の臨時列車の扱いとなっていた。新潟市は、沿線3駅にパークライド用の駐車場を確保したほか、新潟交通グループの協力を得て、岩室駅と牧駅、越後曽根駅、越後赤塚駅を発着する、路線バスコミュニティバスの増発や、吉田駅を発着して、岩室温泉などに至る西関区バスの試験運行を、 実施するなど、列車増発に付帯する、社会実験を合わせて実施した。ただし、吉田駅以南方面の列車やヤ彦線との接続に、関しては、ヤ彦線が東三条駅で、新越本線の普通列車との接続を優先する、ダイヤを編成している関係から、吉田駅で、各方面間との乗り継ぎ時間が延伸した、時間帯が生じた。吉田駅では、 柏崎方面や八彦線との接続を優先するダイヤが取られている。この社会実験では、吉田、内野間の1日あたりの平均利用者数を2011年比で350人増加させることを目標値としていたが、同年9月に速報値として公表された3月から6月までの4ヶ月間の1日平均利用者数は8620人で、 前年同期比で20人の微増という数値にとどまった。さらに2013年11月8日に公表された、前年8月から7月までの1年間の1日平均利用者数は8400人で、沿線の高等学校の募集定員削減や、通学者の減少などの影響から、実験前の同期比から60人をも下回る結果となった。両市では、 延線産往復の定期運行化について可否が判断される2014年秋までに目標値をクリアすることを目指して沿線市民に対し越後線の利用を促すなどしたが大きな変化はなく2014年12月 JR 東日本新潟市社は目標とした利用者の増加に至らなかったとして2015年3月14日のダイヤ改正で社会実験前の運行本数に厳便し 再び昼間60分間隔とすると発表した。新潟駅周辺の在来線3両線の高架化を行う新潟駅連続立体交差事業が2021年度の立体交差化完了を目標に事業が進められており、このうち越後線では高架化と合わせて品濃川橋梁東詰新潟駅間の伏線化と同橋梁西詰め川に位置する白山駅の 改修などが行われる。この内校舎の白山駅のホーム増設は2013年夏に竣工し、同年9月1日から供用を開始している。白山新潟間では、車窓から工事の様子を見ることができる。白山駅から新潟駅へ向かう間では、品濃川橋梁通過後すぐに2014年11月29日の 線路切り替え時に設置された分岐器があり、新潟方面へ向かって右手側に分岐する。これは将来の伏線化へ向けての準備であり、左手側は線路が途切れており、この後線路が敷設される。また、高架化工事の進捗に伴い、この区間は一部仮線へ切り替えられていることから、開業以来の線路位置とは異なっている。なお、 執行進捗に伴い2012年3月と11月のダイヤ改正では、新潟駅構内でホームの移設等が行われる関係から、新越本線の新津駅方面と白新線、京遊越本線の柴田駅方面へ直通する列車の本数が減便された。2018年4月15日に、新潟駅の公開期第一期開業として、在来線公家ホームの供用が開始され、 これに合わせて、越後線の信濃川橋梁東詰新潟駅間が、複線化された。白山新潟に架かる、信濃川橋梁前節の通り橋梁東詰までは、複線化工事が進められているものの、すでに架橋から70年を経過している、橋梁部の掛け替えや複線化などについての具体的な、計画はなく、JR 東日本新潟支社も、現段階で掛け替えの必要はなく、 伏線化の予定もないとの見解を示している。この白山新潟間は営業キロ上の駅間距離が 3.1km とやや長くなっており、1980年代から沿線住民や新潟県立新潟南高等学校の通学者、新潟県の社会福祉施設、新潟ユニゾンプラザの利用者などから新駅の設置要望が出されている。しかし要望する地点は 信濃川橋梁の南詰川に位置し、地区手やカーブなどの構造物が存在する。また周辺は、東港線と新潟県道1号新潟コスド3、上線の2本の幹線道路が交差する地点で、駅舎用地の確保も課題となる。こうした立地上の問題などもあり、JR 東日本新潟支社は消極的な見解を示していた。2018年になり、 新潟市は JR 東日本から新駅設置について検討する要要望を受け、上書駅の検討に2018年度の予算を計上した。新潟の平野部を走行することや、鉄橋が川の河口に近いなど、地形的な原因から、強風の影響を受けやすいというネックがある。特に、大川津分水路に、品濃川分水橋梁がかかる、寺泊駅分水駅間、 水田が広がる越後赤塚駅内野駅間、関谷分水路橋梁がかかる青山駅、関谷駅間、品野川橋梁がかかる白山駅新潟駅間の4区間は往復の影響を受けやすいため、助行運転による遅延や運休になるケースがしばしばある。特に2005年の JR 上越本線脱線事故発生以降は、運行基準がより厳格化され、 風速規制値が引き下げられたこともあって、とりわけ冬場には遅延、運休が増加していた。そこで、JR 東日本新潟支社では2012年11月20日から、特に運休が頻発していた越後赤塚、内野間の運転中止の規制値を風速秒速25メートルから、秒速30メートルに、徐行運行の規制値を風速秒速20メートルから、秒速25メートルに、 それぞれ引き上げる措置を取った。この規制値は、右越本線事故以前と同じ数値で、JR 東日本が2011年12月から導入した車両が風から受ける力をより適正に評価し運転規制を行う手法の一環で、風速計の増設によって観測体制を強化し、安全性を確保したことによるもので、同区間においては、 風速計が従来1機だけだったものを2機増設し、計3機体制とした。越後線の路線図。無人駅がほとんどを占める柏崎駅、吉田駅間と全駅有人で、駅間隔も短い内野駅、新潟駅間では、性格が大きく異なる。定期列車は各駅に停車する普通列車のみである。新潟駅発着の列車を中心に運行されているが、吉田駅で、 運行系統が分離されている他内野駅で折り返す列車が多く、柏崎駅、吉田駅間、吉田駅内野駅間、内野駅新潟駅間の3区間に大別される。新潟駅柏崎駅間を直通運転する列車、新潟駅から、新越本線新越方面や白新線を経て、宇越本線の柴田、村上方面と直通運転する列車、柏崎方面から、 八彦線東山頂方面と直通運転する列車も運行されている。ワンマン運転を行う E127 系なお、内野駅新潟駅間の2両編成の列車の大半、吉田駅新潟駅間及び柏崎駅、吉田駅間の2両編成の一部列車でワンマン運転が実施されている。ワンマン運転時、友人駅及び自動改札のある駅では、 全てのドアが開く全車扱いとなるが、無人駅では先頭車両のみドアが開く自車扱いとなる。ただし、有人駅でも営業時間外は無人駅の扱いに準じる。柏崎駅、吉田駅間柏崎駅、吉田駅間の全区間を運行する列車の本数は1日9往復で、出雲崎駅折り返しの区間列車を含めても合計11往復である。 大半の列車が吉田駅発着であるが、新潟駅直通列車が下り4本上り1本、八彦線直通の東三条駅発着の列車も、朝に一往復運行されている。朝夕の通勤、通学需要に特化したダイヤが組まれており、昼間の運行間隔は最大でおり、約3時間、上り約4時間開いている。吉田駅内屋駅間、吉田駅内屋駅間は全列車が、 新潟駅直通で運行される。昼間は40から80分間隔、ラッシュ時及び夜間は20から75分間隔で運行されており、円新潟漁師近郊の通勤、通学の足として利用されている。越後曽根駅新潟駅間及び牧駅、新潟駅間の区間列車が、それぞれ1往復ずつ設定されている。 内野駅新潟駅間内野駅新潟駅間は、ほぼ20分間隔のパターンダイヤが編成されており、2020年3月14日、改正時点では、常日の吉田駅新潟駅間の列車が1日26.5往復、これに加え内野駅新潟駅間の列車が25.5往復の合わせて52往復運行されており、単線でありながらもラッシュ時、昼間時ともに、毎時3本を確保している。 関谷駅新潟駅間の区間列車が平日、土曜日の朝のみ一往復設定されている。定期列車は普通列車のみであるが、沿線でイベントなどが行われる際に、臨時列車が運行されることがある。一例として、八彦駅、吉田駅新潟駅間ではいよいよ彦神社への2年、毎日及び初詣に合わせた、キラキラ行く年、キラキラ来る年、分水駅。 吉田駅東山上駅新潟駅間では、分水桜祭り開催期間の平日に合わせた、夜桜宿浦など、各イベントへの足となる、臨時快速列車が設定される。これらのほか、分水桜祭りの開催期間には、分水駅、吉田駅間、柏崎沿馬市の開催期間には、柏崎駅出雲崎駅間、祇園柏崎祭り、海の大花火大会の開催日には、 柏崎駅、西山駅、吉田駅間、新潟祭り、花火大会の開催日には、吉田駅、内野駅新潟駅間で普通列車が増発されるのをはじめ、八彦神社菊祭りの開催期間には、新潟方面始発、吉田駅止まりの上り普通列車1本を、八彦駅へ延長運転するなどしている。かつては、急行列車などの優等列車。 快速列車が全線を通して運行されていた。1968年から1982年11月までは、大見駅、糸井川駅新潟駅間を越後線経由で走破する急行、姫川が運行されていたほか、1991年3月から1993年12月には、長野駅新潟駅間の快速、ヤヒ及び、 新潟駅内野駅間で快速運転をする普通列車が運行されていた。特に、ヤヒコは停車駅を絞り、新越本線経由の特急に匹敵する所要時間で運転されていた。しかし、ヤヒコ廃止以降、定期列車は普通列車だけの運行となった。以下に示す車両はいずれも新潟車両センター所属の電車である。 2020年3月改正時点での運行車両2014年7月改正時点での運行車両なお、電化以前はキハ35系などの機動車や DD51 系ディーゼル機関車牽引による50系客車の列車などが運行されていた。これらの一部は電化後も、関谷駅、白山駅、新潟駅間で朝の通勤時間帯に運行されていたが、後に全列車が電車化された。 2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は柏崎駅、出雲崎駅、寺泊駅、文水駅、吉田駅、牧駅、越後曽根駅と内野駅、新潟駅間の各駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため集計対象から外されている。各年度の平均通過人員は以下の通り、 このほか新越本線は東三条駅で八彦線に接続しており、八彦線は吉田駅で越後線に接続している。E127 系は、新造時の1995年以降、2015年3月まで2.46両編成で、全時間帯にわたって、吉田駅新潟駅間で運用されていた。越後と決めき鉄道開業に伴って24両12。 編成のうち20両重編成が同社へ譲渡されたため2014年12月以降従来の運用は順次 e 1 2 9営に置き換わった。ありがとうございます。